いかがだったかな。すごく簡単だったじゃろ。分散投資といっても、やみくもにいろいろなものに投資すればいいというものではない。かえってリスクが大きくなってしまうこともある。でも、わしのポートフォリオ理論を使えば、最小のリスクで最大のリターンを上げられるんじゃ。本当は難しい理論なんじゃが、今はエクセルというすごい武器がある。早速、魔法の方程式を使って投資してみたまえ。ソーセ君がお手伝いしてくれるぞ。健闘を祈る。